よし、あ、キンちゃんが頑張って登ってきた。えらい、えらいね、えらいね。キッカ頑張ってきてくれたの。じゃあこのまま撮ろうかね。はい、というわけでホワイトベース館内放送をやっていこうと思うんですけども、はい、今日もねお手紙をいただいております。セブンツーアイワークスさんからなんですけども、ギャルにモテるバイクって何ですか。私は漫画キリンを見てですね、キリンがすごく女にモテるんですね。何やってんだお前は。キリンがものすごく女の人にモテて、片っ端から手当たり次第いいですね、もにょもにょもにょ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 で、つまりおせっせなさっているのでです。で、僕も刀に乗ってるんですけども、そんなことは一切起こりません。これはメーカーにクレームした方がいいんでしょうか、というですね、ご質問なんですけども、どう思いますか。はい、バイクというものが世の中に生まれて、10年、私の経験がある中で、今までそのバイクに乗ってモテるっていうのはなかなか難しいと思うんですけども、いろんなね、ブームがあるじゃないですか。車種のブームね、アメリカンだったり、あのレーサーレプリカだったりとかすると思うんですけども、その中でその最も後部座席に女性が乗っている率が高かった、要はタンデムシートに女の子を乗せてる人を多く見かけた車種っていうのは一つしかないんですよ。ビッグスクーターですね。はい、これはもうね絶対的事実だと思います。はい、ただビッグスクーターに乗ればギャルにモテるんじゃなくて、ギャルにモテる、もしくはギャルとつながりがある人が選ぶのがビッグスクーターだったっていうことなんじゃないのかなって僕は思ってるわけだし、だわけで、実際そうだと思うんですよね。というわけで、まあちょっとお便りのね回答になってしまうんですけども、ビッグスクーターを買うといいと思います。あれから何週間も経ちましたけれどもね、実はお手紙が届いておりまして、はい、セブンツーアイワークスさん、コーノスのねセブンツーアイワークスさんからなんですけども、言われた通り、刀を売って、そのお金で、ビッグスクーターを買いましたと。二宮さんの言う通り、2000年代の改造したマジェスティを買いました。買ったんですけど、どこでギャルは買えますか。どこのメーカーカタログを見ても、オプションのギャルが載ってません。どうしたらいいでしょうか。メーカーにクレームした方がいいんでしょうか。車種は間違ってないと思うんですよ。車種は間違ってないし、方法も間違ってないんですけども、ちょっと残念ながらですね、今からそれが15年くらい前、15年ちょっとぐらい前の実を言うとですね、現象なんですね。だから今も乗ってくれるギャルはいらっしゃると思うんですけども、まあ、当時ギャルだった方なので、まあ、15年経っているので、まあ、おそらくは全員ご制約済みで、もうちょっと在庫がないんじゃないかなと思います。要は絶版になっちゃってカタログ落ちしてると思うんですよ。だからどこのメーカーカタログを見てもですね、載ってないというような状態なんですね。だから再販されるのを気長に待つか、何かしないと、まあ、ちょっと絶版部品というのはですね、なかなかちょっと出てこないかな。で、まあ、再販されるときはですね、まあ、かつてよりも金額が2倍から3倍になってるかもしれませんので、まあ、そこはお含みおきいただければなと、思います。はい。というわけで、すいません、セブンツアイワークスさん、こんな回答でよろしいでしょうか。というわけで、コーノスのセブンツアイワークスさん、バイクメガネのスペシャリストでございますので、以後お見知りおきようでございます。はいはい、このバイクに乗るとモテるかもしれないですね。まあ乗るというか乗られるっていうか、ちょっと違うかもしれないんですけどね。パンパンパン。